大好きなサッカー選手、リオネル・メッシ選手の名前が書かれたポリ袋の T シャツを着ていた頃ムルタザ・アフマデーィー君はメッシが自分を探して本物を送ってくれるなんて思ってもみませんでした、5歳のムルタザ君は今やメッシのサイン入り T シャツ2枚と、ボールの誇らしい持ち主です。今ででではネットや地元有有名名人ですしししかし突然有名になって思わぬ代が伴いました ムルタザ君の7人の家族は誘拐の脅迫を受けアフガニスタンを去らなければならなくなったのです数日前に地元のギャングから電話がありました息子がメッシから T シャツを受け取ったのだからもしかしたら金も受け取ったのではないかと言いましたつまり分け前が欲しかったんですムルタザにとってとても危険な状況だったので逃げました パキスタンの都市クエッタに着いて以来、ムルタザ君はひっきりなしに撮影隊に追いかけられています、もちろん高くついたプレゼント、そして元の自前の T シャツも持ってきましたしかし、スターのように扱われても、家族の悲惨な状況の助けにはなっていません、一部屋にみんなが押し込められています、ムルタザ君の父親はここでは息子たちの将来が見えないと言います、しかし5歳のムルタザ君の行きたい先は非常に明確です。 メッシー、どんなに好きか分かるよねと、ムルタザ君は言います、今度は会いに行けるように招待してほしい。人気サッカー選手、メッシーに会えるまで、ムルタザ君は技を磨いて過ごしています。